ヨーブラザー、スレアサゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したのはベネットの話なんですけども、まあいろいろベネットの、ビルドのついて話したんですけども、旧貴族だったり、前され少女のセットのベネットだったり、まあ、あとは、まあ、六突効果の炎ベネットであったり、あとは、まあ、無突か一突かみたいなちょっとお話とかいろいろやってみたんですけども、まあ、ちょっとね、ベネットの、いいとこばっか紹介したんで、まあ、弱点ですね。もう紹介していければなっていうところなんですけども、まあ、基本的にはもういろいろ生放送とかでも随時話してたんですけども、なんで愛される少女で回復力を、まあ、他のセットの旧貴族であったり他の4セットの亡命者であったりいろんなものに対して、変えてわざわざ治療効果を上げるのかっていうところなんですけども、やっぱりね、ベネットってこの元素爆発、これ見ての通り、まあ、攻撃力も回復力も上がるんですけども、自分に炎元素が付与されている状態になるんですね。なので例えばここで敵の攻撃を食らった時に通常突っ立ってる状態とかであれば、まあ、こういう通常の状態で何の元素も入ってない状態なんで、まあ、普通にダメージをもらうというような状態なんですが、ベネットフィールドの中で入ると例えば炎の状態になってしまいますんで、水の攻撃を受けたら蒸発を受けて、まあ、ダメージが倍になってしまうとか、まあ、火の状態のやつに水をかけるんで、で、火の状態であれば雷であったら過負荷であったりね、まあ、妖怪であったりね、氷攻撃だったりで、風だったらもちろん元素つくんで拡散も入りますし、火ダメージが非常に伸びるっていう設定だっていうところがあります。なので普通の状態の耐久力の状態で戦っている状態が、まあ、平常時、それよりも例えば回復するときって、まあ、基本的には回復させたいがために回復するんですが、ベネットってなんで毎秒回復力が非常に高いのかっていうと、非元素がついて火の元素の状態、危ない状態で、まあ、攻撃を受けてしまう、元素攻撃を受けてしまうから、まあ、火ダメージが非常に抑えれない状態になってしまう。だからこそ回復力をいつもより高めに設定する必要があるっていうところなんですよね。例えば3000とか4000ぐらいの攻撃、相手の、まあ、こっちの回復力であれば蒸発かかって倍になってきたりとか、まあ、過負荷でベネットのフィールドの中から弾かれてしまったりとか、まあ、そういう状況下に置かれた時に、まあ、結構1秒で回復したりとかしなければ、まあ、ベネットフィールドが弾かれてしまうとか、そういったようになってしまいます。だから動画でもやったように、まあ、そういうところ吹っ飛ばされながら回復できる、1秒で回復できる回復量、そういうところがあると非常に使いやすいんじゃないかなっていうようなお話をさせてもらってます。でさらには例えば雷で過負荷受けてしまう、吹っ飛んでしまう、そういう状況下で DPS も落ちてしまうんですよね。だからそういう使い方一つでダメージも増えれば DPS も下がるみたいなところ、弱点とかも全部分かった上で愛され少女プラスそれを回避する方法とかもね、いろいろ最初の冒頭の動画で紹介させてもらってますね。例えばベネットと深淵の火と火の相性で非常に相性がいい状態で、深淵のシールドを張った状態でベネットのフィールドで耐える、そうすると過負荷をもらってもそれでね吹っ飛ばなくなったりとかするんで、まあ、そういった使い方、だからそういうちょっとした気遣いの使い方ですね、そういうのをやっていくと、まあ、いいのかなというところ。あとベネットフィールドの中であれば相手が凍らせてくるときね、例えばこっちがバーバラとかさ、行く秋のすだれ剣つけるときに凍らされてしまうとか、そういうとこでもベネットのフィールドのとこだとプラスに働く。だから使
い方なんですけども、基本的にダメージが増えてしまうっていうところで、ベネットは回復力をね、ちょっと持って、で、フィールド内に自分が存在しやすいようにシールドを貼ってみるとか、そういう一工夫が必要だってことがね、実は、あります。結局、ベネットフィールド内で吹っ飛ばされたりとか、ダメージがかなり多かったとしても、最終的に落ち着く頃には、まあ、HP がそれなりに回復して、何も起きてないように感じるかもしれませんが、DPS 落ちてます。で、一瞬の被ダメージが上がってるんで、もしかしたら、一瞬で、やられてしまう可能性もあります。それの一瞬でやられてしまう可能性っていうのは、例えば、HP が、もう、ほとんどないような状態で回復にするときありますよね。そういうときに、ベネットのフィールドに入れて1秒で回復するから大丈夫なんだみたいなことでやります。例えばそれが HP3000 ぐらい回復するベネットだったとしたら、もう通常のなんかスライムとかのとかアビス、水アビスとかの攻撃が回復する瞬間1秒以内に1秒経って1秒3000回復しました、3100ポイントですっていう状態で蒸発のかかるね、攻撃、水アビスとかから受けたりとか、まあちょっと強めの過負荷攻撃を受けたりとか、そういうのをタイミングが食らってしまうとアウトです。なのでここで例えば6000とか7000ぐらいの回復量のあるベネットであれば、そういうなんかダメージがかなり高い状態のものを食らったとしても大丈夫なんじゃないかなっていうところで、こういうことなので、一瞬の火力を受けるダメージ量がアップしてしまって、死んだキャラクターを1秒で回復させるために使ったりとかするのは結構ある状況かと思います。そういうところで1秒で回復したのにもうすぐ蒸発攻撃食らってやられてしまうみたいな事故が起こってしまうことを、実は分かってない方もいる。その状況下で3000ぐらいの回復量で使ってたりとかすると、やっぱりそこら辺のダメージが増えてるものをね、実は分かってるようで分かってない可能性があったりとかします。もちろん分かってる方がね、いるのが多いっていうことが前提で、まあ、話させてはもらってるんですけども、まあそこら辺とか非常にね、重要な情報です。これはベネットの紹介とかする上で、プラスのところしか紹介できなかったりするんですよ。明らかに回復力が高くて毎秒回復力ですみたいな、バフも攻撃力バフ上がります、だからそれをいっぱい伸ばしてあげましょう、もう十分強いんでベネット、だからいいところを旧貴族で伸ばしてあげましょうとか、まあ凸を上げて攻撃力さらにバフ上げましょうとか、まあ、そういった使い方になるのは分かるんですが、回復過剰であるというような判断をする前に、ダメージがしっかり増えています。過負荷で吹っ飛ばされる可能性があります。何かと組み合わせることによってそれを回避することもできたりしますみたいなことをちゃんと理解した上で、ベネットを、まあ、使っていくっていうのが今後の、原神ライフを楽しむ上で重要。で、このベネットを理解するってことは、他のキャラクターも、しっかりと全部 100% 理解してビルドを組むってことにつながる行為だと僕は思ってますんで、こういう、まあ、動画を通じて、いいところ、悪いところだけを説明するのではなくて、いいところがあったらいいところ、悪いところがあったら悪いところ、その回避方法だったりとか、その総合的なね、説明を今後ね、なるべく早い段階というか、自分でしっかり考察してお伝えできればなっていうことをね、ちょっと目指していっている状態なので、ぜひまあ、ご支援いただけると嬉しいです、はい、で以上となります。こんな感じで話はね、いろいろやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、ね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします、またライブの方、いっぱいやってますんで、よければコメントとか、ライブコメントですね、生のライブのコメントでいろいろお話しください。まあ、かなりそういうのが好きなんで、まあ、そこら辺で、ね、一緒に交流してくれればなと思います。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。